はい、どうも、ハリットでございます。今回は10分冷凍ゲー、10分チャレンジですね、アーカイブやっていきたいと思います。アーバンチャンピオンっていうゲームなんですけども、これ結構なんか友達とよくやってて、なんかこう、対戦格闘とはまたちょっと違うんですけど、まあなんか相手を叩いて、で、それで、確か、なんか土管に入れたら、土管というかマンホール入れたら勝ちみたいな。結構面白いゲームなんで、ちょっとやっていきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただけたらと思います。それでは行きましょう。どうなったか全然覚えてないんですよね。上で、でボディもあって、で、コアでガードするんですよね。こうやって。で、下は下みたいな。まあ、とりあえず最初は、上を殴ってりゃ、多分落ちると思うんで。くっ。下の方がやっぱちょっと早そうかな。これ勝ちっすね。なんかめちゃめちゃ、ハマってやってた記憶あるんですよね。友達と。対人戦も面白いですからね。まあ、上と下しか攻撃するところはないんで、まあ、適当に上殴ってりゃいけるんですけど、バーバー。これがボスかな？あのマンホールに入れたら終わりですわ。曲が違う。でも適当に上殴っときゃいいか。ちょっと、何あれ？あれちょっと押し込まれてるぞ。ボディ入れるか。上下。やっぱ上下。ボディ連打で行きましょうか。相手は上にキー取られてるんで。よしよし、もうちょい。ほら。さ、終わり方がさ、誰やの女として。誰やの女。めちゃくちゃやらせ感がすげえな。こんな感じで済んで、しかも、自分も落ちないで。ディスカウントショップか。ちょ、危ねえ。あ、スウェイで買わせんのか。だけど、後ろに下がってしまうから、あんまりスウェイは多用するのは微妙ですね。とにかく殴って、あんま殴りすぎるとスタミナが減るとか、かわして、わかった、シュッて。くそ。俺のスウェイ。まあ、基本殴るでいいと思うんですけどね、連打で。おりゃスウェイ。スウェイからの、スウェイからのカウンター。宮田一郎くん。ちょっと、ボディ入れるか。オッケー。時間かかりすぎてるな。スナックバー。用心棒ってことなのかな。ボディ入れますか。回し物ですからね、あれは。ちょっと今、ボディに切り取られてるんで、やっぱ上下の打ち分けが大事ですね。これはボスね。ブックストア。なんでブックストアがボスなのかよくわかんないですけど。ちょ、こいつ、これ！なんかボディの方が、出るのが早い気がするんですけど。ボディ。基本ボディで行って、で、ボディをブロックされたら、オッケー。久しぶりにやってるよね、結構上手いと思います。とか、下、連打してるだけなんですけど。で、あの女との関係性もよくわからんし。上からなんか、投げてくる、壁みたいに投げてくるのを止めろよって思いますけどね。あのおっさんよ。あの女が。そんな、紙吹雪みたいな。安田大サーカスの団長みたいな。クロちゃんか。クロちゃんとか、あんなことやる暇があったら、あいつを止めろよ。くそ。ちょっと強えな。ちょっとめちゃめちゃ強くなってますけど。これやっぱなんか、一回リズムに乗ったらそのままガンガンいけるんで。オッケー。あとは上下っすね。何あー、なるほどね。パトカーが回ってたら、俺たち喧嘩してませんよ、みたいな感じで、立ち位置がフラットになっちゃうってことか。ちょっとまずいな。ちょっと待ってね。こいつに当たらないの。当たった。あんま意味ないですけどね。ちょっと一回動かなくなるだけでしょ。ちょっと待ってって、押し込みたいねん。こいつこれ。くそ。
トーク仕込みやがってこれ。くっ、強えな、なんか。うわわ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 、やられた。あ、押し戻されんのか。なるほどね。こういうことか。ちょっと待って、なんかリズムが悪いっすね。ジャブとかあったら、ジャブでちょっとリズムを整えたいレベル。押し返さんと。基本上パンチかな。ちょっとボディ入れると、まあ相打ちリナさんでもいいんですけど、ボディ入れるか。呼ばれている。ちょっと待って、強いって。うわー、やられた。二つ落ち返された。マジかよ。あれ、もうちょっと待って、ちょっと待って待って待って、マンホールがあると。地獄のマンホールが待ってますけど。オッケーオッケー、落ち返した。あー、もう一回下がったらマンホールで落ちないといけないっていうことになってるんですね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。リズムに使ったらそんなになんですけど、変にリズムが合わないとずっとやられちゃうんですよね、本当に。くそ、あと一発だね。くっ、あら、ボディの方が初動が早いというか、上のパンチとボディが同時に出たらボディの方が有利な気がしてんすけど、そうでもないかな。 OK、 よしよし、これで両方とマンホールですね。 OK、 基本ボディかな、やっぱ基本ボディでいいような、ちょっと中距離ぐらいからのあんま近づかないでミドルレンジボディぐらいが強いかなって感じですね。ちょっとバスターしてきましたよ。ラウンド何まであるかわかんないですけどね。あれ、もうずっとマンホール地獄は待ってんのか。ディスカウントショップね。ちょっと待って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 、嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない。だあ、ええよ。なんやねん、あの浮気女。そう、あの浮気女の俺。浴びる言う、これ。くそ、強気な誰でもいいみたいな感じです。あれ、はあ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 。もう終わったら終わりなんですね。一応10面まで行ったのか。これ10なんですよね。あれ、ちょっと待ってください。ラウンド10からできないのかい。あれ、あれ、ちょっと待ってください。ラウンド10からこれ。あれ、ラウンド 10? まあまあまあ。そうか。じゃ、また1からやんないといけないのか。あれ、ちょっと待ってください。なんかこう。あれ、下を押しながらしてたら、叩きながら歩けんのか。知らなかった。じゃ、こうやったらもうずっと無敵やん。これ。次方がなくないですか。リアルタイムアタックみたいになってます。こうやったら、あ、バカ。こうやったらちょっとずつ詰めてくれるんですよ。また最強じゃないですか。防がれない説、ほら。もうこれだけで全部クリアできる。あのクソビッチ女っすわ。ただのクソビッチ女っすよ、あれ。さっきまで自分でこうやって前に歩いてたんですけど、こうボディを下で打ちながらずっとしたら勝手に距離詰めてくれるんで、あれ、じゃあ前パンチも勝手に距離詰めてくれんのか。はあ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 、そうなのかよ。これ楽やん。だけど、倒すことはできないのか。ちょっとのけ取らせるぐらいで、なんか全然いいですけどね。これで。これをもうちょっと早くしてたら、もっと効率よくクリアできたんじゃないかなと。ただこれをずっとやって、多分ラスボスとかはないんでしょうね、きっと。
まあ、これでラウドどこまで行けますかねみたいなことですね。俺こ友達ん家で10時間ぐらいやってましたからね、ずっと。ずっとこうやってれば勝てるんで、あれみたいな、まあ、これやと、うわちょっと待って待って相打ちリアンサーボディ入れるか。これ連打ゲーみたいな、なんか上とかを守るとかそういう概念ってあんまない気がしてますけどねちょっと荒いんでね。はい、ということで10分経ったんでこれ終わりたいと思います。まあ結構面白いゲームな気はしますけど、もうちょっといろんな工夫とか蹴りとかいろんな要素があったらもうちょっと面白いのかなと思って、まあね、だいぶ古いゲームですから、当時ねめちゃくちゃハマってやってたゲームをなんかこう懐かしいなと思って やりました。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバイ。